はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は This is the Police 2の続きプレイをしていきましょうということで、12月の2日になります。今日はいきなり勤務からですね。バーシー、ナシさん今フリーバークから戻りました。僕が来てくれてる両親は喜んでました。一緒に兄の墓に行き、綺麗な状態に戻しましたということで、バーシーは、前回フリーバーグにある、お墓が荒らされてしまって、まあ、両親が戻ってきてくれということで、フリーバーグに戻っていたんですが、その時新聞を持ってきてくれというふうに お願いをしていたと思うんですが、その新聞がデスクの上にありますということですね。うわ、ザ・ファクトとかすごい懐かしい。これ This is the Police 1で毎回この3つの新聞チェックするところから始まってましたもんね。まあ、いずれもジャック・ボイドが一面を飾っているという内容のようです。黒沢、お前欠勤か。デルモンとは2日酔い。さらにそのベルモントは妹がゲリンスバーグの警察学校で学んでいるんですけど、今度大切な試験があるんですと、妹を手伝ってやりたいということで、何の試験だちょっと気になるね。射撃、まあいいでしょう。キンメル、フラワーポッツの葬儀、まあキンメルいなくなるの痛いけど、フラワーポッツの葬儀には行ってもらいましょう。早く戻ってきてねっていうところですね。クレイトも同じです。結構戦力が出てっちゃったかな。ローゼンクランツ、アーノロビッチ、この辺りかな。フラワーポッツが死んだの痛いよな、やっぱりそう考えると。で、射撃能力の高い人間には銃を持たせたいんですが、一通り行き渡ってはいるね。 OK だ。そしたらピンクのチューインガム事件にはまずバーシーでしょう。酔っ払いは派遣しちゃいましょうというところと、あともうゴート本、頭良くないからスーパーロックかな。この派遣するだけで本当にいいのかどうかっていうのちょっと疑問なんだよな。全然事件が進展しないんですよね。証拠の写真を集めてこないんで。フラワーポッツのコードアイ葬儀が終えて、そうそう、遺体安置所で研究している自白剤だよね。何が足りなかったかっていうと、コカイン、コーヒーの粉、そしてパプリカでしょ。多分パプリカが足りないと思うんで、パプリカ買いに行きましょう。でその前にローズマリー医療センターの殺人事件ということで、マイケル・サンドマンという年配の患者が病院のベッドで枕によって窒息死させられたという事件ですね。誰を送るかだな。初動捜査って結構大事なんで、頭脳明晰、アーノルビッチ、いやーアーノルビッチ亡くなるの痛すぎるわ。ゴート本だよ、ここは初動操作は大事なんですけどね。そしてウールバック、ナシさんお会いできて光栄です。本当なら今週いっぱい有給のはずだったんですが、署にやっと立派な人がやってきたと聞いて一刻も早くお会いしたくなったんですと。すごいな、めちゃくちゃ言動だけからすると期待できるな。自分にはすごい能力があります。かなり遠くからでも悪人を嗅ぎ分けることができるんですよ。急にうさんくさくなりましたね。喧嘩騒ぎです。酒に酔った作業員が門の前で警備員と喧嘩、作業員は仕事場から追い出されたと。どうしようかな。そうするとリボル、あと680必要なんで、シャイニーにデメアーズ、おー、デメアーズじゃ足りないか。じゃあウールバック行ってもらおう。悪人を出たー、シャイニー。ガレン・ウールバックはいつもひどい匂いだが、今日はひどすぎて我慢できない。おい、ナッシュ、お前が何をしようとしたことじゃないが、あいつと一緒に車に乗るのだけは絶対嫌だ。いやいや、シャイニーさんさ、ちょっと言い過ぎじゃない。言い過ぎでしょ、さすがに。じゃあ、アーノロビッチに、デメアーズで行って。いや、デメアーズ出すんだったら、シャイニー行ってよ。足りないか。
じゃあチェイコップでもいいよ。でコカイン、いや違う、パプリカの粉を買いに行きましょう。お金がないんでなんとかねちょっと貯めていかなきゃいけないんですけど、ここにはないと。じゃあバンフィールドの方で買います。コカインではなくパプリカ。パプリカある？パプリカないか。あ、あるな、パプリカパウダー、これを買いましょう。でその上で派遣。じゃあここをウールバック行ってよ。ウールバック、ウィンターナイツフロムハワード・キム。新参者のあんたを信用していいものか疑問だが、あの女保安官は死んでも頼めない。地位を手に入れるためには何でもやるんだ。そうなんだ。まあいい、とにかく聞いてくれ。俺はリゾートのサウナで働いているんだが、そこが刑務所から脱獄してきたやつらに乗っ取られた。あいつらは建設投資家のふりをして入り込んできたんだが、昨晩話をしているのが聞こえた。リプトン刑務所から脱獄、リサイクルショップに強盗に入った。これから仲間たちの力を借りて国外に逃亡しようとしていると。うん、そこまでは良かったんだが、あいつらに姿を見られて、まあ簡潔に言うとめちゃくちゃにやられちまった。今でも血が止まらない。もしこのことを誰かに喋ったらさらにボコボコにすると脅された。殺されなかっただけマシだよね。あいつらあと5日ほどおとなしく隠れてるって言ってた。脱獄ニュースが静まるのを待つつもり。こんなひどい格好で仕事には戻れない。そこに、それにたとえ俺が黙ってたとしてもあいつらどの道俺を殺しに来るかもしれない。いやー、その場で殺されなかっただけよかったよ本当に。でどうしてほしいの？ウィンターナイツ、やるべきこと。裏口のドアの鍵を手に入れ、リゾートの責任者に襲撃のことを前もって伝えておく。入手できる全ての機密情報を入手する。襲撃チームを装備させ配置すると。A、B ってあるね。ちょっと A から見ていきますか。情報収集、ここでは襲撃に必要な情報を集めることができる。おう、ドナルド・ラフィン。フェンスゲートを開ける方法を知っているよ。なんか語りかけてきてる。フェンスゲートを開ける方法を知っているよ。じゃあいいよ、500ドルあげるよ。サウナは頑丈なフェンスに囲まれていて、サウナが稼働している間はゲートには常に内側から鍵がかかっている。ここを通るには力の強い人間がフェンスを登り、内側からドアを開ける必要がある。なるほど、フェンスを登れる人間だな。売春婦、一度だけサウナに忍び込もうとしたこと。いや俺この売春婦はないわ。何度かあの人たちに呼ばれて遊びに行った。人が来ることが分かっているときにはフェンスゲートを開けてあるの。でもサウナのドアも開いているから誰にも気づかれずにゲートを通り抜けることは無理。一度だけあの人たちを驚かせようと思って窓をよじ登ろうとしたことがある。でも鍵がかかっていた。なんとか開けようと奮闘するうちに音を立てすぎて相手に気づかれちゃって、サプライズあるかチップまで台無しになっちゃったと。窓を誰にも気づかれず開けることができれば襲いかかることができると。なるほど。フェンスには力の強い人間、窓にはこっそり。続いて大気軍人のミラスロ・アーバン。正門を封鎖する方法を知っているぞ。教えてもらおう。250度。いくら敵を気絶させて混乱させても、一つの場所から敵の陣地に潜り込むのは愚かな作戦。敵を気絶させたらすぐに正門を確保。そして力強い声を持つ警官を一人配置し、状況をコントロール。力強い声を持つ警官。頭がいい警官とかではなく、力強い声を持つ警官ね。いやちょっと全然想像つかないな。B の方いきますか。じゃあ調理人ジェラルド・ハイド。調理場で何が起こっているか教えてやろう。教えてもらおう。あいつら何かと理由をつけて調理場に入ってくる。出ていけと言っても全く無視。食べ物を注文したりソーセージを味見したり、時には料理に文句をつけたりする。あいつらも相当すばしっこいが、俺も分けちゃいけない。あいつらが頼んだスープには唾を吐いてから出すようにしてる。半端ないなこいつ。ドニーバイス、入り口の様子なら知っている。教えてもらおう。
いつもなら受付に座っているのんびりトランプをしているんだが、のんびりトランプをしているんだが、あいつらが来て以来いろいろとやりづらくなった。一人が入り口を24時間体制で見張っていて、ちょっとだ音がしようもなら仲間が大声で呼びつける、はあ、ちょっともう一度確認する。入り口には近づいてはいけないってことだね。犯人の一人が休んでいる場所。逃亡犯たちはリゾートのあちこちにいるけれど、そのうちの一人は大抵自分の部屋で静かに雑誌を読んでいる。周りには邪魔しないようにってあるみたい。これ相当大物だろう。どんな雑誌かはわからないが、ドアにいつも鍵がかかっていて、掃除にも入れないということですね。裏口のドアの鍵を手に入れ、リゾートの責任者。なるほどね。ちょっともう一度確認だけしときましょう。フェンスには力強い人間。サウナの周りのフェンス。窓にはこっそりピッキングできる人間。んで、正門には力強い声を発する警官。ちょっとこれが一番わかんないね、今のところ。これあまり意味がないけど、一応調理場の人にも話を聞きました。で、守衛の話、入り口は24時間体制で見張りがあると。で、一人は閉じこもって雑誌を読んでいるということだね。次は裏口のドアの鍵。これ警官も配置できるって出てくるけど、まずは裏口のドアの鍵を手に入れるところからですかね。いい式でした。あいつが旅立つのに遅れてよかった。と2人戻ってきましたね、ポッツの葬式から。そしてイタヤン地上の自白剤の方ですね。ディーゼル燃料を受け取って$720か。ちょっと金が全然ないんだよな。先におった作業員が帽子の体勢を出り、警備員に向かって、やってみろよ、痛い目に合わせてやるぜ。なるほど。ここはじゃあシャイニーが左利き、サウスポー、サウスポーで戦おう。どうせ右利きだろうと作業員は言った。俺は左利き、やりづらい相手ってわけだと。そう言うと作業員は少し頭を垂れ突進してきた。あ、いや、これはもう普通に男を撃ちましょう。犯人が死亡。ウッドチャックの B で、デイビズ・トリックス・ジェイムソン・ヒル。ほう、以前は軍で少佐をしていてね、勲章をもらったことがある。シャブートの基地が閉鎖された時、軍用装置のいろいろな試作品を持ち出した。その中には盗聴のための装置もあって、きっと警察で役に立つと思っている。盗聴器もあるからそれもやろう。だがまずは手を貸してもらいたい。実は妻に家を呼び出されてね、私が酒を飲みすぎるからって言うんだが、退職して暇だから仕方がない。妻は私を追い出した後、若い男を何人も家に連れ込んでるらしい。そのうちの一人は保険外行為のニック・シュリプシーというところで、なんと30代の若者。そこで頼みたい。あんたのとこの若い警官に盗聴器をつけて妻のところに送り込んでくれ。妻は不死だらな女だ。若い男が現れたらすぐに誘惑するだろう。その様子を盗聴器で全て記録する。それを離婚調停で証拠として使うつもりだ。若い男いるか。この中で一番若いのはローゼンクランツ。ガッツマンはダメだ。ローゼンクランツ、お前何歳だ。アーロノビッチか、ローゼンクランツか、どっちだ。若いのは、一番若そうなのはウールバック、シェイコップは若そうだけどね。あとゴートホンも若そう、バーシンも若そうだけど、いやー、アーロノビッチかローゼンクランツかって言われたらちょっと迷うな。ここはローゼンクランツ、お前が若いことを祈る。喧嘩騒ぎですね。カメラマンが医師と喧嘩していると通行人から通報。じゃあこれを戻ってきたキンデルに出ます。
鍵の方の話が全然見えてこない。なんかしなきゃいけないのかな。お、なんか出てきた、裏口のドアの鍵を手に入れ、そこに警備員やその他のスタッフが近づかないようにする必要がある。鍵を持っているのはリゾートの責任者だが、勤務中の彼の分に警察官を送り込めば犯人たちに気づかれてしまうため、夜間に彼の自宅に取りに行かなければなれない。責任者は我々に鍵を渡してくれるほか、襲撃当日にセンターの職員たちを早めに帰宅させてくれるという。じゃあこれこそアーロノビッチに行ってもらおう。さあちょっと警官が出払ってるんで、ナシさん、あの女はまんまと股を開きましたよ。いや、とんでもなく激しい女です。すっかり正気を吸い取られてしまいました。旦那はショックを受けてましたけど、約束がちゃんと守ってくれました。もらった盗聴器を署に設置すればジェームズ・ボンドの秘密基地みたいになります。ローゼンクランツ、だいぶ勢力吸われたね。500ドル536 in progress。 動物の虐待事件ですね。オーブランブ・ベーカーリー、ダックスウンドを連れた酔っ払いが犬を殺してパイにするよう要求している。マジか。泣きながらリードを引っ張る犬を男は蹴り飛ばした。はあ、どうなんだいという感じがするけど。なんだよ、話し合った結果ここでトランプしてもがいいってことになりました。まあそりゃそうだろうよという話なんだけど、ちょっとはさ仕事してくんないと。ここはじゃあガツマンに行って、いやガツマン温存したいけどしょうがないな。医療センターのですね、医師がクリニックの入り口でカメラマンを捕まえた。心の狭いクソッパレがフリーバーグのアートプロジェクト用にストリート写真を撮ってただけなんだ、うん、俺は人間の苦しみを題材にした写真を撮る写真家なんだと。はあ、フリーバーグは最悪の街だというか、サイレンを鳴らすが状況を見守る。最悪の街だと言ってみよう。まずは、警官の言葉を聞いた男は激怒。シャーブウッドこそしみったれたしょぼい街じゃねえかと言った。これを聞いた医師は切れてカメラマンを突き飛ばし、道路に立つけられたカメラマンは頭を強打。その様子を見た医者はすぐに逃げようとした。はあ、狙撃隊員いないからな。テーザーも持ってない。容疑者をパワーで捕まえよう。524 complete。市民が死亡。薬物の使用ですね。トレーラーパーク、トレーラーハウスに住んでいる男が使用済みの注射器を窓から投げ捨てていると隣人から苦情。この辺りには子供たちが住んでいる、なんとかしてちょうだい。いや、これ誤報と見た、誤報と見たけど一応派遣する。さあ警官たちよ、すぐに戻ってきてくれ。自宅に行き、10分間にわたってドアを叩きつけましたが誰も出ませんでした。はじゃあ次誰行かせんのよ。いや、女の子のシャイニーだったら開けてくれるんじゃないか、ドアを。パイの方ですね。酒に酔っ払った男は犬の足を踏みつけるとコックに待って叫んだ。何でもいいからこいつを始末してくれ。パイでもいい、ソーセージでもいい。マジか。まあ酔っ払いをまずは取り押さえましょう。スタンガンも欲しいな。536 complete。続いて、トレーラーパークの駐車器の方の話だね。黒のトレーラーハウスの窓とドアには厳重に鍵がかかっている。中からは大音量の音楽。ほう、注射器がいくつか落ちているということ。ドアをピッキングしよう。ピッキング、待てスタングレネードを投げ入れるってなんか熱いな。スタングレネード投げ入れよう。死にはしないだろ。 OK だ、エロい。これらを違法に売買して金を貯めるしかないな。だいぶ警官が戻ってきましたね。
A なしさん、鍵を受け取ってくれ。すべて手はずは整っている。襲撃の夜、ウィンターナイツの職員たちは早めに帰宅することになっていると。OK だ。襲撃チームも配備しよう。まずこっちは何だったっけ？情報を確認しておきましょう。フェンスには力強い人間。窓にはピッキング。で、正面には力強い警官。警官を配置しよう。サウナ前のフェンスは、ウールバック。襲撃に参加させる警官は事前に選ぶことができるということですね。ちょっと待ってね。各警官の特性を確認しておきたいな。サウナでリラックスとかさ、そういう話じゃないからさ。予備人員も確認しておきたいけど、先に職員の確認からだな。ムジカは今負傷中でしょ。誰を行かせようとしてるかというと、まあ、デメアーズとかって何持ってるの？スキル。デメアーズは持ってないね。ウールバックは？ウールバックもタイタン持ってないか。ちょっと誰をどこに送るかっていうのが分かりやすいようにしたいんだけど。ちょっと待って、やっちまったんじゃないかこれは。シエ墓地、酒に酔った神父が墓地で見つけた爆発性の高い榴弾を開けようとしている。はやめさせましょう、こんなことは。それはそれとしてだ。今やりたいのはそんなことではなく襲撃の方よ。こっち警官を配置しよう。サウナ、ピッキング。サウナ前のフェンスに誰も出せないな。サウナ前のフェンスに出して、ちょっと待って、警官がいなすぎる。あと3日あるからまだ大丈夫だろ。あと予備人員は誰かいるの？ハワード・キム、ジョン・スレター。これ予備人員じゃなくて出来事じゃないか。スケジュールだよ、スケジュール。今欲しいのは新しい人員なんだけどな。怪しい出来事。最近怪しい男が3人パブで目撃されたという噂が街に広がっている。明らかにこの街の人間でないと思われるその3人は武装しており、まるでスパイか何かのような身なりをしていたという。彼らは周りを静かに見渡すとノートに何やるかこのカウンターに足を噛んだ。おお、酒を注文するためではないと。怪しいね、確かに。でも注意ガム、これさ本当に何にも手がかりがない状態なんだけど大丈夫なのかな。ローズマリー医療センターです。で、ナシさん、他に頼れる人がいないのです。どうか助けてください。妻は癌を患っていて、もう通常の治療は効かない。ですが、少し前にある文献を読んだ。それは、粉を使った実験的な治療方法についてでした。必要な器具は全て揃えました。でも肝心の金粉だけがない。金の延べ棒を1本でも見つけてくれたら、妻の命は助かります。あなたに対する恩は一生抑えないでしょう。と、あなたが警察にいる限り負傷した警官の対処は全てさせていただきます。なるほど。いやでもさ、ないのよ、延べ棒が。延べ棒がないのよ。延べ棒が手に入ったらやりますから、ちょっとお待ちなせえと。襲撃の方から行こう。警官を配置する。
ここに行ける順位が誰もいないんだよな。サウナ前のフェンスに行ける人材がいなすぎる。ゴートホンが殺人事件の方の捜査をしてくれてますね。写真は1枚だけか。もうちょっと証拠写真がないとどうにもならないですね。無謀な基地火災ということですね。司祭の服を着た酔っ払いが地面から飛び出した榴弾を熱心にノコギリで切っている。近くには少女がいて懐中電灯で、手元を照らしていると。いつ爆発するかわからないと教えてやる。神父に忍び寄る。ノコギリを捨てるよ神父に言う。ああ、ここはじゃあステルスで忍び寄ろう。 OK だ。さすがローゼンクランツ。アルマニアックを見つけた。ガッツマンどうする。ステルスをちょっと一個つけてもらおう。ローゼンクランツはパワー。 OK だ。ジャンパー手に入れたね。これで配置できるね。ただ今は出払ってるんで、多分かつもう勤務時間外になったんで配置はできなそうな感じですね。行こうかな。ただローゼンクランツこのパワーだと明日は出勤無理だな。あ、警官配置できるじゃん。ガツマン、ガツマンがいけるね。でこれでいける。襲撃できるんじゃないか。今日は襲撃はできないか。一応配置はできたけどね。19か。警官欲しいよな。バレンディン、さらにスタンガン、こんなとこかな。あともう3あるいは4あれば警棒か唐辛子スプレーゲットできたんだけど、しょうがないですね。明日のシフト、そうか、明日はどうのこうのっていう以前に襲撃参加するメンバーは参加強制参加だな。シャイニーだよ。シャイニー、ムジカも早く戻ってきてほしい。ホーレスも期待できない。黒沢も期待できない。ベルモントも期待できない。スーパーロックは絶対来ないよね。クレイトン、ゴードホンは疲れ切ってる。バレンティン、ムラディアン、ベンギン、バーシーはもう置いとこう。いや警官出勤人数多いけどちょっと体力なかったり戦力的に厳しいやつが多いな。ホッシーズがうまく機能しないとまずいかもしれないですね。はい、では12月2日のプレイを終えましたので、次回ですね、12月3日続きをプレイしていきたいと思いますので、続きもぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。